おっす、これは YouTuber マフィアガジョです。フォゲンナイシブのレッツです。よろしくお願いします。よろしく。ですね、今回は、LINE からですね、11月末あたり配信予定ですね、英雄ラムというタイトルを紹介したいと思います。結構さ、ハードなビジュアルだよね、はい、なんかすごい綺麗ですよね。こういうつうか、うん、ちょっと日本っぽくないですよね、うん、ハードボイルドっつっお、女神ドルネーヤ、時の女神、生命力、うん、気力、なるほどね、うんうんうん、HPSP みたいな感じですね、うん、マキシアス、これ知ってる？マキシマスって、いや、聞いたことあります？俺も知らない、どこの国の英雄だろう。あ、もしかしたらでもあの、あれかもしれないですね、うん、主人公はオリジナルとかよくあるじゃないですか。あ、そうかな。その可能性もありますね。これちょっと操作しづらかったら右のカメラ画面を押すと、これそうです、ちょっと見るよ、はい、これ勝手に購入してくれるんだ。これ基本、移動がマニュアルで、うん、バトルはオートですね。で、この右のボタン、アイコンでスキルを打つ、そういうことです、そういうことです、うん、まあ、なんでタイミングが重要になる感じですね、スキルを打つ。で、ちなみに今できるのが地面をですね、2回タップすると、うん、なんそうです、回避ができます。回避運動か、そうです。っていうのもあったりするんで、まあ、割とこう移動以外の部分、あ、ごめんなさい、攻撃以外の部分は自分で操作できますよっていう感じですね、うん、スキルどんどん使えて気持ちいいなですね。ちゃ、あのクールタイムも早いですからね、うん、まあ、ちなみにこれあの開発端末なんで、もしかしたらあの実際のバージョンとはちょっと異なるかもしれないんで、まあ、そこはね、ご了承いただくということで、 OK、はい。で、多分説明とかもいろいろあると思うんですけど、左にキャラクターが並んでるじゃないですか、うん、それタップするとですね、顔見るから、そうです、本当だ、キャラクターあります。こいつ銃か、ガンナー系です。なんだ、ただなんかこいつあの背筋がいいんですよ、撃つとき背筋がいい。どういう褒め方、それ背筋がいいって普通こう、うん、膝曲げてこう構えたりしてこう撃つじゃないですか、うん、こいつ膝絶対曲げない、あ、姿勢がいいっていうことにしてる。そうです、そのあの体の姿勢がいい。軍団長ザーク、なんだすごいぞ、むちゃ気絶してる、むちゃ気絶してる、うん、結構強いな、多分あれ攻撃範囲じゃないですか、男の女の子みたいに、それなんでしょうね、どうぞ、普通にやっつけた、お、しっかり声優さんも入ってるんですね、うん、声日本語だね、ですね、ジャンヌダーク、そうなんです、こういったキャラクターも出てきますね。私たちには天使が味方をしています。信仰心まだあるんだ、ひどい目にあったのに。まあいろ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 な世界でどの時代のジャンザルかも分かりませんからね、うん、はい、さっきより弱くなって、さっきのは本来の、そうですね、さっきレベルアップしたバージョンだったのかな、多分強化されてた状態のやつなんじゃないですかね。ほとんど裸だもん。ほぼほぼ裸、ハンラおじさん。英雄ハンラおじさん、いや、ちげえやろそれ。しかも割とおじさんっていう年でもなさそうだし、いやー下手したらこれ僕らとあまり変わらない年齢かもしれないですね。ここまで筋骨で言うだったらもうハンラお兄さんじゃないだろう。ハンラおじさんこそ。いやね、長いの鍛えたんでしょうね、この時は。俺たち今何気なく来たけど、はい、俺らもうおじさんだよ。いや、まだいけるよ、梶田さん。いや、お前27で俺28だろ。いや、まだいけるって、20代だったら。あ、それパーティーアイコン今、指示されてますね。あのキャラチェンジ、さっき僕が説明しちゃったんですけど、ほら、見て、この視点の良さ。もう一切膝曲げない。この人かっこいいね。うん、走り方も。帽子を押さえているね。クールだね。こういう大人になりたいね。あ、マジですか。あ、でも俺らもうおっさんだった。ちょ、やめてやめて。まだいける。もう手遅れだった。まだいける。もう得意大人だった。うん、へえ、切り替えるのいるのか、20。へえ、へえ、なるほどね。気力は攻撃すると回復してるのかな。ぽいね。ちょっと一回変わって使っちゃいましょう。これ回復してくれ、ね、回復してる。あ、ちなみにその、うん、大人じゃないみたいな話で言うと、うん、最近僕マイインターンって映画見たんですよ。おお、なんでそれ、どんな映画。ですね、結構有名なやつなんですけど、ロバート・デ・ニーロと、デ・ニーロ、なんだっけな、アンハサベが出てるやつなんですけど、うん、こうすごい順風満帆な生活を送ってる、うん、やった、おいしい、出た、それ絶対出るやつです。ゆずさすんじゃないの。
であとまあ、 あのボス戦とかになったらあの敵のサークルとか先出てたじゃないですか、うん、まあああいうところでねこう回避とか使ったりして、うん、アクション戦もあったりするのでいいかなと思います、うん、仲間を強化できるそうっす、まあ、こういうねスタンダードの要素というかキャラ育成ボス戦にインプを加えてるこれは素材英雄って書いてあるけどインプ英雄なのかっていうところもありますけどね英雄がインプを取り込んでおお地面だけ見ると結構なんか変な感じですねインプを取り込むってなかなかないよはいはいどんどん進めましょうかねうんどんどん行こうかあちなみにですね、うん、あマイカ次でいいかねどうしたあのサポートキャラみたいなの入れれるんですよ、うん、まあそれはちょっと次入れまあ入れるとおアーサー王じゃんおしかもこのアーサーは男性ですね女体化してないねうんまあ普通普通なんですけどね日本でアーサー王っつったら女の子だそう女性のイメージついちゃってますからねよいしょ敵の数も増えてまいりましたおいちおいちおいちがね強いんですよレアリティも高いしただちょっとまあスキルがねやっぱ少ないんででクールタイム結構長いんですよ僕は持ってるよ、ね、持ってますねただどちらにしても両方クールタイム結構長いんで、うん、あちなみにあの足元について矢印が進行方向ですあ便利だ、はい、クエストの場所をちゃんと表示してくれるそうですそうです進行方向しっかり探してくれるんでこっちだなゲロン仕掛かってこいやすぐわらわら出てくるいや、ね、重要率なんだ3番おじさん結構強い姿勢がもおじさん姿勢薄いよ膝おじさん投げないこんなおじさんのリボルバーが細まるんだけど球どうなってほらあの手をクロスした瞬間になんかこうやってるんですよああ手をクロスした瞬間にリボルバーしてるっていうかそうそうそうねなんかしてるんですよ俺この走り姿やっぱかっこいいじゃん帽子を抑えてちょっと違和感ありませんでもいやいやかっこいいっていうの本当渋いじゃんうん渋いけどこういうのは渋い大人って思ったのこいつハンカチ持ってるかもハンカチ持ってるんちゃう西部開拓時代の人間だかわいいなこの敵まあまあ中央かわいいな英雄は何戦ってんのいやいやまあやっぱ序盤ですからねやっぱりね敵はあんまり強くないですねいいね、うん、すぐさにガンダムみたいなもんだ立ち姿がもう自信に満ち溢れすぎですねおじさん自信に満ち溢れすぎでしょうよ荒野のキット荒野のキットかっこいいな名前、うん、ビリーザキットかなあでですねあもうその今の画面ですよ、うん、今の画面であのサポートキャラをねあのフレンドみたいな孫悟空自分女体化しとるわおこっち女体化してんねやっぱなんだろういろいろ自由ですねこういうゲームだとやっぱ女体化だよなうん孫悟空女体化するのは珍しいかもしれない確かにもしかしたらおいちも男かもしれないですからね、うん、なわけでそれはねえわボディーガードは肉弾だよなんか強そうすごいもう動き早いな。なんかレベル1もなかなかやるじゃないですか。確かに。なんかいつまでレベル上がってますけどね。あ、こんなもう最中に上がっていくんだね。なんか経験値を。あ、さっきサポートにいたやつ下に出てますね。あいつタップするともしかしたら召喚できるんじゃないですか。マジで。ちょっとやってみっか。あ、お本当だ。やっぱり出てくる。召喚できる。なるほどね。あっちのサポート系はじゃあそういう風に。ただ確か時間制限があった気がする。サポート系は。消えましたね次出すのにまた時間かかるって感じいや確か1回の戦闘で1回しか使えなかった気がするやばい死にそう交代だおーおちょうどしたレベルアップしたさすがサクセスやるやんバウンサースタイルキャラクター余裕だなむっちゃレベル上がるおーいいやん楽しいやんなかなかこう派手ですね、うんうん、そのキャラもいろいろ個性があるんでさっき言ったみたいに見てるだけでも結構楽しいですねそうねいろんなキャラ使いたくなるんだよね、うん、あと動きがいちいちなんか作り分けてるんだねうんうんうん、なんか同じのを使い回してる感じじゃないですね、うん、はいといった感じになっておりますねで今ですね一回チュートリアルでまあまあ結構あの初期キャラクターなんでね、うん、ちょっと派手さとかそういう部分がちょっと足りないんで実は
あの LINE さんにですね、ちゃんとしたというか、育ってるキャラクターが入ってるデータをお借りしてますので、次はちょっとそちらの方に行ってみたいと思います。それではそちらの動画へどうぞ。